ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パワタロです。というわけで今回なんですけども、またクヨペリコの仕様が変わって車が壊れてるって本当か、矢野くん。21年の7月20日の時点で大型アップデートが入り、カヨペリコ強盗にソロ仕様変更が入りました。でさらに26日の現在、仕様変更2回目がもうすでに入っているということなので、実際どういうところが変わっているのか見ていきたいと思います。まずカヨペリコ強盗、前回の時点で大型アップデート後ソロでやった場合、扉を1人で開けることは完全にできませんでした。でカードキーを2枚盗むと1人で1箇所通すだけで、カヨペリコ強盗 の扉ですね、倉庫南北西側が開くということで金塊を入手することができました。でしかもね、キーパッドのところが、普段は2箇所あったところが大型アップデート後1箇所になっちゃってたっていうことなので、通すとこが1箇所という、ね、状態で、2人1組でカヨペリコ強盗をガンガン回してる人にとっては結構いいかなっていう感じで、あんま影響ないかなっていう感じでした。しかし現在はキーパッド2つあります。これどうなっちゃったのと、大型アップデート前は2人1組で一斉のせいみたいな感じで丸ボタンを押してキーをね、こうさっとカードを通す、それで扉開けるって感じだったんですけど、またそれが復活しちゃったのかっていうことで、どうなのかということで見ていきたいと思います。今回このカヨペリコ強盗をスタート時点で2人で開始しています。で2枚のカードを拾うとこのようにキーパッド使えるような案内が出てます。じゃあ1箇所ね通してみます。1箇所通すと、扉がね前回開いちゃったんですが、1箇所だけではなんとこの2回目のね仕様変更では開かないと、ちょっとめんどくさい、じゃあ2人で同時にやんのと思ったら、1人で2箇所通すというね、こういうね、仕様変更になりました。なのでちょっとめんどくさくなったかなっていうぐらいで、2人1組でカヨペリコ強盗やってる人には全く影響ないような感じかなと思います。もう一度ね、南側のところでですね、倉庫をやったので北側の方をちょっと見てみたいと思います。キーカードを1箇所通す、これだけでは扉に当たっても開かないと、なので2箇所通す必要があります。なのでちょっとね、時間、数秒ですね、手間が増えたっていうぐらいですね。2人1組で一斉のせいみたいなことをやんなくてよくなったんで、それはいいかなと思います。2人1組の強盗に関してはほぼ影響はなしというわけで、ソロの人には結構影響が出てるんじゃないかなと。そもそもねこの扉を、すり抜けてね開けてない人にとっては関係ない話なんですけれども、じゃあ例えば2人でね開始したカヨペリコ強盗、1人が退出した場合、これ1人になっちゃった場合ですね、これどうなるのっていうことなんですが、カードを2枚拾っていれば1人で開けることができるということで、このスタート時点で2人以上いるかどうかっていうところでカードキーをね使えるかどうかっていうね、判定なんじゃないかなということになります。これが2回目の仕様変更です。続いてなんですけれども、ソロでやった場合この仕様変更、またねどんな風に変わってるところとかあるのかどうか見せていきたいと思います。前回大型アップデート後はカヨペリコ強盗ソロの場合はカードキー全く役に立ちませんでした。もともとそういう仕様だと思うんですが、バグで開くっていうことがあったんですが、どうやらねカードキーをね、2枚取ったとしてもこの扉はキーパッド反応してくれない、右十字キーの案内が出ないということで開けられないかなと思います。また、どんなにねすごく上手い人でもこの倉庫の扉、開いているっていう映像とか情報がまだね全くないので、おそらくもう完全に封鎖されてるんじゃないかなと思います。もしもね開くことができたらツイッターなどでパパテラにお知らせしてください。カヨペリコ強盗の場合、ソロの場合はね第2ターゲットは屋敷の外に行くようにしてください。これはもう大型アップデート後変わりありません。2回目の仕様変更っていうのはカードキーをちょっと2箇所通すっていう、めんどくさくなったよっていうぐらいの変更っていう感じですね。ではいよいよ次なんですけれども、カリン車が壊れている、どういうことっていうことだと思うんですけど、カリン車、これみんなねよく知ってるのはこの右側のオレンジの車両、カリン車走行、これは
フリーサ銀行強盗などで使う、またフリーサ銀行強盗をクリアすると割引解除される車両で、防弾仕様の車両ですね。これ南サンアンドレアスで50万ドルぐらいで売っているんですけど、これが防弾仕様ということで、結構ミッションとか強盗準備にかなり使える、初心者さんにかなりいい車両です。で、このカリン車走行は有名なんですが、この防弾じゃない仕様のカリン車というノーマルのやつがあります。これちょっとスポーツ仕様みたいなのね、まあカスタムあるんですけど、今回の大型アップデートによってボディペイントが10種類増えました。この10種類増えたことによってバグり散らかしてるということなので、実際ねどういう風なのかやっていきたいと思います。この車走行じゃないノーマルのやつですね、これなんと防弾仕様になっちゃってると。撃っても撃っても窓が割れない、もうね車走行のあの走行がくっついてるような状態で、フレンドさんに今乗ってもらってます、組織も別です。なのに窓ガラス割れない、当たんないっていう、赤くならないって感じですね。まあ隙間によっては赤くねなって当たり判定出るんですけど、正面からも割れない、ガラスが超強化ガラスになってるということで、これ割れないんですよね。これ割れた人いたらちょっとねぜひコメントください。全然割れなくて、まあバグり散らかしてると、まあカリン車走行状態になってるってことですね。じゃあカリン車走行ただ乗ってんのと同じじゃないのって思うと思うんですけど、それとちょっと違う点があります。じゃあ今回ね、まあ運転席視点になりますけれども、まず運転席一人称にするとカリン車走行よりもかなりね見やすい、打ちやすいです。で、すぐ倒せると、まあ内側から倒せる。でちょっとひどいのは粘着爆弾とかを投げられると。カリン車走行はこの窓のところにね防弾の仕様のね、まあ、貼り付いてますので、粘着爆弾投げられません。これが投げられちゃうという状態になってますので、まあおそらくこれはね後からね修正入ると思います。なのでカリン車走行は走行の状態で、車はノーマルの状態に戻ると思いますので、ぜひ戻ったらコメントください。まだまだ大型アップデート後バグり散らかしてる、壊れてる部分はあると思いますので、発見したらぜひコメントよろしくお願いします。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Smoke weed every day. Smoke weed.